名誉と誇りをかけてトーナメントに参加したゆっくり。身分の上下は関係なく、ここで通用するのは己の力のみ。激闘を制したゆっくりを待っていたのは、多額の賞金と割れんばかりの歓声だった。この資金を元手にアラエン、デシャビー、クレティを仲間に引き入れたゆっくりは、さらなる仲間を求めて、カルラディアジェンドを巡るのであった。それでは前回に引き続き、勧誘の旅を続けていこう。しかしまずは新加入の3人の初陣。相手はスワディアの脱走兵。こういった脱走兵は手負いの獅子と一緒で、追い詰められているがゆえに危険。もはや盗賊と変わらないね。しかしカルラディアに愛と平和をもたらすと決めた。我々ならば彼らを救うことができるかもしれない。脱走兵とはつまり職場が嫌になって退職した無職。彼らを社会に戻すには、より良い職場を紹介してあげるのが一番なのではないだろうか。精進環境して不全をなす。やはり安定した職業は治安の改善につながるのだ。それでは突撃開始。目的は職業斡旋。今回も生死を確認しないことで、死者を一切出さないようにしよう。相手は土兵なので我々が敵を引きつけよう。野戦ではやはり騎馬兵が強力。工場戦ではいらない子になっちゃうけどな。ここでアライエンが気絶。彼には特攻隊長となってもらうつもりだぜ。スキルも戦闘にだけ特化させるよ。コンパニオンは死なないので、安心して送り出すことができる。結局ノルドの新兵が一人脱落。早いところ医者が欲しい。戦闘後のレベルアップ。レベルアップできるやつはプラスがついているから、わかりやすくていいな。これでロドック兵が全員土兵に。歩兵と旧兵に分けて運用していくぜ。そして改心した脱走兵が、我々に再就職をお願いしてきたよ。このご時世なかなか働き口はないが、頼まれたら断れないのが饅頭。就職斡旋の手数料として、すべてのアイテムを供出してもらうよ。お、この兜はいいな。それでは人助けのために先に進もう。お、クレティが話したいようだ。コンパニオンにはそれぞれ相性があって、仲のいい相手がいるとこのように、心温まるイベントが発生するよ。逆に仲が悪い奴がいると、喧嘩して士気が下がるので注意が必要だぜ。それではスワディアのスノという町に向かうよ。ここの宿屋で就職の窓口を見つけたぜ。お、彼がそうだね。彼の話によると、彼はこの乱世において、捕虜になってしまった人を助けるための、慈善事業をしているそうな。ほんのわずかばかりのお金と引き換えに、捕虜になった貴族たちを、生かして返すのが彼の役目。そして同時にお金のない民には、ガレイ船の漕ぎ手の職業を、斡旋する二足のわらじを履いているぜ。彼と知り合えたのは幸いだったね。ここでは脱走兵にガレイ船の漕ぎ手という、新たな就職先を紹介できるぜ。そのついでにちょっとしたお小遣いももらえるよ。就職率は上がり犯罪者は減る、さらに我々の懐も潤うという、みんなが幸せになれる唯一の方法だな。ま、これはメインのお金稼ぎではなく、あくまで人助けの一環だよ。そしてここにも一人佇むおっさんが。彼は軍服。クロスボウの名手で、ここで酒を飲みながら管を巻いているぜ。彼はここで20年守備隊長をしていた。雨に濡れるとクロスボウの弦が使い物にならなくなるので、弦を外して待機していた。しかしそれを見た若造の司令官が、職務怠慢で鞭打ちを命じてきたそうだ。それにぶち切れて逃げてきたそうだ。あらかじめ弦を外しておく経験豊富さ。こいつは優秀な戦士だな。私ならばお前をうまく使ってやれるぞ。ルフィが聞いたら切れそうなセリフだが、あくまで主従関係なんでな。彼には旧兵部隊を束ねるとともに、訓練教官として新兵をしごいてもらおう。しかし子供のために200円欲しいそうだ。子供の養育費が払えるくらいには、給料を弾んでやるので、ゆっくりのためにしっかり働くように。我々は社会福祉にも配慮した活動をしていきます。そして追いはぎに就職口を斡旋しようとしていたところ、海賊と遭遇してしまったよ。こいつらは見るからに羽振りが良さそうだな。海賊ならば船の操縦もお手の物だし、なかなかいい顧客を見つけたのかもしれない。こいつらは多くても30人くらいだろうか。ある程度数と質が揃えば、こいつらから装備を剥ぐのが一番いいかもね。
数的有利とはいえ、相手はこちらより装備が充実している。歩兵を前に出し、旧兵を守る形で布陣するよ。距離が縮まったら歩兵は突撃。こういう時に騎馬兵がいると、敵の戦列をかき乱してくれるので、攻撃が楽になるんだよね。騎馬兵になるまでにはもう少し訓練が必要なようだ。いい感じに片付いていっているね。さすがに3倍の兵力差があったので、ほぼ圧勝だったぜ。今回は自分の損害なしだよ。お、今回も3人ほど改心した奴がいるな。ゆっくりは基本捕虜は取らない方針なんだよね。捕虜を取るということは、生死を確認するということと同義だし、何より打ち漏らしたみたいで気分が悪いもんな。鈍器で倒すと捕虜にできるんだけど、基本的にはコンパニオンには持たせないよ。中には全員鈍器装備で、捕虜を捕まえて奴隷売買する、ひどい奴がいるそうだ。奴隷解放の経験があるゆっくりには、とてもじゃないけど許せない行為だね。そして戦利品なんだが、北方民の兜、鎖の上着など、序盤では強力な装備が手に入る。しばらくは海賊の社会復帰に注力していくのが良さそうだ。海賊を追いかけ回していたら、いつの間にか大陸最北の地まで来てしまったぜ。ここはペイジャーの領土だね。近くのリバチェブの町は、アライエンの父親がノルドと戦った場所らしい。ノルドゲルトと呼ばれる効能で見逃してもらう諸侯が多い中、彼の父親はペイジャー王と一緒に戦ったということなんだろう。しかし彼は今ゆっくりに忠誠を誓っている。いつか彼にも城を持たせてやりたいものだ。まあコンパニオンをロードにすると、弱いのでこの衛兵として、召し抱えている方がお得なんですけどね。で、今のイベントは、コンパニオンの故郷付近を通ると起きるイベントらしい。彼らの人となりの一端が垣間見えるな。さて、それではリバチェグから、ノルド最北の町ウェルチェグを目指すよ。他人の食糧斡旋もいいんだが、我々も安定した収入が欲しいところ。軍事力は経済力なくしては成り立たない。そして外交力はその二つがないと成り立たない。この世界で生き残るためには何と言っても金なのだ。ということで行商に手を出していくぜ。スタート直後は価格が安定していないので、様子を見つつ世界中を回っていくよ。サルゴスまで戻ってきたぜ。先ほど購入した塩は137円から、183円までの値段がついた。これをすべて売ると309円の利益だな。なんとも微妙だね。トーナメント荒稼ぎはマンネリ化するので、今回は封印しておくぜ。となると地道に海賊からお裾分けしてもらいつつ、商売をしていくしかなさそうだね。とりあえず1万円をめどに行商をしていこう。そしてスワディア軽装歩兵が、ついに重視までレベルアップ。スワディア騎士までもうちょっとだけど、これで騎兵の成果が揃ったな。これからは歩兵、旧兵、騎兵を使い分けていくよ。それでは少し海賊たちとの、心温まる交流の様子を見てみよう。今回のアウェイティングオーダーズは、指示がないと突っ込んでいくくらい血気盛ん。特に騎馬兵は指示出しが遅れると、勝手に突っ込んでやられてしまう。注意してあげないとね。Here we go! 騎兵はまだ数が揃っていないので、後ろで待機させておこう。歩兵で敵を受け止めて、土兵で削っていこう。そしてゆっくりの使えなさよ。攻撃が当たらねえ。痛え。投げ槍が脇腹に。やはり投擲武器は痛い。結構いい防具なのに18も持っていかれたか。これは注意しないと一瞬で持っていかれる可能性があるね。無事説得完了。大体海賊を1回狩ると、250円くらいは儲かるはず。行商よりこっちのがメインになりそうだな。あまり儲けは気にせず、観光という感じで回ってみようか。ここはロドック最南端の町ジェルから。ここで商品を仕入れてから、サランの方まで足を伸ばしてみるよ。ここではビロードを買っていこう。779円か。悪くないね。在庫の有無で価格が変動するので、買っていけるのは一つまでだな。欲張ると儲けが出ないから我慢するよ。それではここから海岸線沿いに東に進み、シャリズという街を目指すぜ。コンパニオンは世界中の街を移動しているようだから、
お目当てのキャラを探し出すのも一苦労なんだよね。この辺はもっとデカッとできるんだが、世界を回るつもりだったので、一から集めているぜ。サラン町は初めて訪れる場所だね。あたり一面砂漠だな。それでは街並みを見てみようか。まさに想像通りの街並みだな。やっぱりアラジンを思い出すね。この勢力は騎兵が特徴。それでもスワディア騎士の方が強力みたいだけどね。先ほどのビロードをここで売っておくぜ。123円の儲けだね。もう一個買っていたら赤字になっていたな。他で売れたとしても利益はほぼなしだね。相場をきちんと理解しないとな。それではサラン町の東の果て、バリエを目指そう。オアシスのそばにある豊かな土地っぽいな。この辺りの盗賊は生意気にも馬に乗っているので、なかなか追いつけないんだよね。ここらをスタート地点にしたら、自分は逃げられず、簡単に狩られてしまうことだろう。あら奥さん、今日はお塩が特売ですってよ。こういう時に買いだめしておかなくっちゃね。塩は200円までは買いだね。それでは今度はカーギット藩の、プルガを目指していくぜ。カーギットは唯一騎馬旧兵がいる国。コストを考えた時に、旧兵が馬に乗っている必要があるのかは疑問だがな。ここからがカーギットだね。砂漠を抜けてステップに入った感じか。ステップとは竹の短い草原、またはそのような雨の少ない気候を指す。砂漠との境界あたりによく見られる気候らしい。ここらもなかなか厳しい土地のようだ。街の雰囲気はサランと結構似ているな。建材や屋根から雨の少ない地域だとわかるね。モデルとなったトルコ料理は、大変美味しいと聞くのだが、この世界ではどうだろうな。ドネルケバブ食べてみたいな。それではここで香辛料を仕入れていこうか。いつの時代も香辛料は貴重な交易品。ここは塩も安いので追加で購入しておくぜ。それではこれをさばきになったに向かうよ。鹿に支配されていそうな地名だが、ここらで鹿を見かけたことはないぜ。それでは塩と香辛料をさばいていくよ。しかし全部売ると価格が下がりすぎるので、塩は残しておこう。商人の手持ちも2000円くらいなので、支払いできる程度にしておくよ。そしてここの宿屋で後ろ姿が寂しげな御人を発見。彼の名前はジェレムス。彼の髪型はいわゆる宣教師のトンスラってやつかな。決してハゲているわけではなく、この世界で何か意味のある髪型なのだろう。彼は患者と一悶着あったようだ。先行手術で患者を助けたんだけど、術後に使うように指示していた鎮気剤を、家族が使用しなかったため、患者が死んでしまったらしい。しかもその責任を彼にかぶせ、魔法使いとして告発しようとしているらしい。これは素敵な出会いだね。我々はドクターを探していたのだ。もちろん速攻で彼を勧誘。これから軍医として頑張ってもらうぜ。軍医がいると何がいいのか。それはもちろん死者が減るところ。時間もお金もかけた兵士が、死んでしまっては大損害。敵にやられても素早い治療で、可能な限り助けてもらうぜ。そしてここまで行商をしてきたけれど、儲けはほとんどなかったね。軍隊が強化されたことにより収入が上昇。また人数の増加により食料の消費も増えた。もっと効率よく回っていかないといけないね。手っ取り早さで言ったら、やはり盗賊たちから食料斡旋の、仲介手数料をいただくのが良さそうだな。ただどうしても説得には流れ弾の被弾の可能性がついてくるよね。あ、大将というのはどうしても狙われやすいからな。ここは一時退却して体勢を立て直そう。部下がほとんど倒してくれたので、残りの敵は一人だけ。撤退はせずにもう一度攻めるよ。呼吸するように散脱していたのが、緊張感の欠如となって現れたな。これは反省するべき点だね。説得は節度を持ってやらないとな。気を引き締め直したところで、そろそろいい時間。次回は引き続き仲間の勧誘と行商に勤しむぜ。それでは今回はここまで。またね。